滝沢秀明が語る。ナンバーアンダーライン愛結成秘話と、555ぐに込めた思いとは、滝沢秀明の神対応をまとめ、ナンバーアンダーライン愛への愛が止まらない。滝沢秀明は、戸部の代表として、芸能界での長年の経験と豊富な知識を駆使し、新しい世代のアーティストたちを支援し続けている。その中でも特に注目されているのが、ナンバーアンダーライン愛というグループだ。 このグループが彼のもとで成長し続け、ファンの間で急速に人気を集めていることは周知の事実だが、滝沢がその背後で果たしている役割や、彼の熱心なサポートについては、まだ十分に語られていない部分が多い。ナンバーアンダーライン愛の活躍は、単なる音楽的な成功にとどまらず、彼らがステージで発揮するエネルギーやパフォーマンスは、ファンにとって感動的な体験を提供している。そして、 その成功の裏には、滝沢の献身的なサポートが大きく影響している。滝沢は、アーティストを単に管理するだけでなく、彼らと共に夢を追いかけ、時には直接的なアドバイスや指導を行い、また彼らのキャリアの重要な瞬間に立ち会い、励まし続けている。特に2024年11月29日にリリースされることが決まった、トーヒーローズとベファーストスーパーライブのブルーレイ発売は、 そのの象徴的な出来事の一つだこのリリースは、トベのアーティスト全員が集結したライブイベントの映像化であり、ファンにとって忘れられない瞬間を再び手に入れる機会となる。滝沢が SNS で、「ゴーグーゴーグーゴーグーです!」とエネルギッシュなメッセージを発信したことにより、ファンの間では大きな反響が巻き起こった。彼のメッセージはシンプルでありながらも、そこにはアーティストたちへの深い愛情と、 彼ららとと一緒にファンと楽しむ姿勢が込められていた多くのファンは滝沢が率いるトベという組織に対して強い信頼感を抱いており彼のリーダーシップの下でナンバーアンダーライン愛をはじめとするアーティストたちがさらに成長していくことを期待している滝沢の「ゴーグーゴーグーゴーグー」という言葉は単なる応援ではなく彼自身もファンと同じようにその瞬間を楽しみ情熱を持って取り組んでいることを示している 滝沢秀明のリーダーシップは単なる表面的なものではない。彼はアーティストたちが挑戦する新たなステージや彼らが直面する困難に対して常に前向きな姿勢を持ち彼らを鼓舞し続けている。ナンバーアンダーライン愛のブルーレイリリースに関してもファンからの期待は非常に高い。ファンたちは東京ドームで行われたそのライブパフォーマンスを鮮明な映像として再び楽しめることを心待ちにしており、 その興奮は滝沢の投稿を受けてさらに高まった。ファンの中には、やった、スパーク、あの感動は忘れません、といったコメントを残すものも多く、ライブの感動がいかに深く彼らの心に刻まれていたかがうかがえる。このようなファンの熱狂的な反応は、滝沢が持つ影響力の強さを物語っている。彼のリーダーシップのもと、戸辺のアーティストたちは単に音楽やエンターテインメントを提供するだけでなく、 ファンとの深いい絆を築き上げているそしてナンバーアンダーライン愛もその一部として滝沢のビジョンに共鳴しながらファンに対して常に新しい体験を提供し続けている。ファンたちは滝沢の投稿や発信に対して即座に反応しそのエネルギーを共有している。ゴーイロジロノワムキノコブシゴーイロジロノワムキノコブシゴーイロジロノワムキノコブシですね。 アクサンシルコンフレックス、アクサンシルコンフレックスというコメントが示すように、ファンたちは彼の言葉をそのまま自分たちの応援に取り入れ、彼ら自身も楽しみながらアーティストたちを教えている。このブルーレイリリースのニュースが発表されたとき、多くのファンは、自分たちがライブに参加できなかった悔しさを抱えていた。しかし、滝沢がそのライブ映像を円盤化し、彼らに再びその瞬間を楽しむ機会を提供したことで、 ファンたちは大きな喜びを感じ、感謝の声を上げた。道具落選した時の落ち込みが半端なかった、と語るファンもおり、その後のプライム配信やブルーレイ化がどれほどファンにとって救いとなったかがわかる。滝沢は、こうしたファンの気持ちを深く理解しており、彼らに対して常に最善を尽くす姿勢を見せている。さらに興味深いのは、滝沢がアーティストとしてのキャリアを終えてからも、 彼自身がエンターテインメントに対する強い情熱を持ち続けている点だ。彼は自分自身の経験を生かしながら、新たな世代のアーティストたちを支援し、その成長を後押ししている。彼のリーダーシップのスタイルは、単なる経営者ではなく、共に成長し、共に夢を追いかける存在としての姿勢を貫いている。その結果、戸部のアーティストたちは、滝沢からのサポートを受けながら、 自分たちの個性を最大限に発揮し、ファンとのつながりを深めている。また、滝沢のサポートが具体的にどのようにナンバーアンダーラインアイや他のアーティストたちに影響を与えているのかを考えると、彼が持つビジョンの広がりが見えてくる。彼は、単に売り上げや成功を追い求めるだけでなく、アーティストたちが持つ個々の才能を最大限に引き出し、彼らが本当に情熱を持って取り組める環境を提供している。例えば、 ナンバーアンダーライン愛が東京ドームでの大規模なライブを成功させた背景には滝沢の徹底したサポートと彼らに対する信頼があった滝沢はアーティストたちが挑戦する際に必要なリソースを提供するだけでなく彼らの精神的な支えとなり常に前進することを促している滝沢のこうした姿勢はファンにとっても非常に魅力的であり多くのファンは彼をボスとして敬愛し感謝の気持ちを伝えている ファンの間では、ボスに特大の愛感謝赤いハートは、という言葉が飛び交い、滝沢に対する感謝の念が広がっている。このようなリーダーシップは、芸能界においても非常に稀であり、滝沢がどれほど特別な存在であるかを示している。ナンバーアンダーライン愛のブルーレイリリースに際しても、滝沢はアーティストたちとファンをつなげる役割を果たしている。彼は、アーティストたちがステージで発揮した情熱やエネルギーを、 そののままファンに届けけるるための架け橋となっているそしてファンたちはその感動を再び手にすることができるという点でこのブルーレイのリリースを心待ちにしている。あるファンは「アマゾンで見てますが笑いながら床を転げ回っている顔をお知らせありがとうございますニコニコ顔」と述べておりライブ配信に続いてブルーレイとしても手元に残ることで何度もその瞬間を楽しむことができる喜びを感じている。 滝沢がこうしたエンターテインメントの提供において、常にファンとアーティストを大切にし、彼らが楽しめる環境を作り続けていることは、今後も戸辺が成長し続ける鍵となるだろう。滝沢秀明のリーダーシップは、ただ単にアーティストを育てるだけではなく、ファンの期待に依頼続ける姿勢にも顕著に現れている。戸辺という事務所は、アーティストとファンの距離を縮め、共に成長していく場を提供することに重きを置いている。 その象徴が、ナンバーアンダーライン愛のようなグループの成功であり、ファンとの深い絆だ。彼らのパフォーマンスや音楽を通じて、ファンは感動を共有し、さらに強いコミュニティを築き上げている。このブルーレイリリースも、ただの映像販売以上の意味を持っている。ライブに参加できなかったファンや、あの感動をもう一度味わいたいファンにとって、この円盤はまさに、永久保存版となりうる。 多くのファンが、待っていました泣きっつら永久保存版です、といった反応を示しているのは、その感動の深さを証明している。特に、ライブのチケットが取れなかったファンにとって、このブルーレイのリリースは救済措置として大きな喜びをもたらしている。彼らは、ライブ当日の興奮や感動を、もう一度自宅で味わえることに期待を寄せている。滝沢秀明の戸部におけるリーダーシップは、 その柔軟さと献身に特徴がある彼は決して権威的な姿勢を取らず、アーティストやファンと対等な立場で向き合い、彼らの声に耳を傾ける。ファンがライブの円盤化を求める声を上げるたびに、彼はその期待に依頼ようと迅速に動いている。ナンバーアンダーラインア愛有明公演も円盤化しますか。落選しまして泣きっつらというファンのコメントに見られるように、滝沢は常にファンのニーズや要望を真摯に受け止め、 彼らに寄り添っった対応を行っている滝沢はまたエンターテインメントの本質を理解している。彼にとってエンターテインメントは単なる一方的な提供ではなくファンとアーティストが共に作り上げるものであると考えている。そのため彼は常にファンの反応を観察し彼らが本当に望んでいることを実現しようと努めている。ファンからの声援や応援を大切にし、 それを原動力にししてて次のプロジェクトを推進しているさらに滝沢のリーダーシップはアーティストたちに対する深い信頼に基づいているナンバーアンダーラインアイだけでなく戸部に所属する全てのアーティストたちがそれぞれの個性や才能を発揮できる環境が整えられている彼らは滝沢の指導のもとで自由に表現し彼の支援を受けながら自分たちの音楽やパフォーマンスを磨き上げている このような環境があるからこそ、戸ベのアーティストたちは、常に挑戦し続け、ファンに新しい感動を届けることができている。そして、ファンの反応を見る限り、滝沢のこうしたアプローチは非常に成功している。テンション爆上がりグーグーグー特典映像も盛りだくさんで、11月29日を楽しみにしていますニコニコ顔というコメントに見られるように、ファンたちは彼の動向に敏感であり、 彼が提供するるてててのエンンンターテインメントに対して強いいい期待を抱いている滝沢が発表するプロジェクトやイベントに対してファンがすぐに反応しその感情を共有することができるのは彼とファンの間に信頼関係が築かれている証拠である。